スさんジェームズ・シチュワートさんも似たようなことを言っていてですね幸せな人生の秘訣とは変化を喜んで受け入れることらしいんですよだから人間関係なんで苦しむかって言ったら自分が変化を拒絶するからですよねこれ違う人と出会えば違う考え方で出会うわけなんで自分の主張を強く貫けばぶつかるわけなんですよだから目の前の人が右って言ったらそうだよね右だよねって言ったら何も揉めないというねそれこそあの 右で試してみてそれで間違いだったら2人で左っていうふうにやり直せるんですけどもあの結局右が正しだからその、まあ、いわゆる口論というかねディベートとかこの最近のね論破っていうやつがありますけども論破がゴールになっちゃって結論を出して変化することまではたどり着かないんですよね、まあ、だから不毛だなぁと思うわけなんですよ。言論はいらないからあの順番に試してみればいいだけで。うん そそれこそね、100人いたら100通りの考え方があって一致することの方が珍しいんで自分の考えに相手を服従させようとするんではなくてまず相手の考えに服従することによって相手の間違いを結果によって証明するのはそれが一番早いんじゃないかなと思うんですよだからねあのこういった言葉があるんですよリーダーが間違えてると思ったら喜んで早めにその決断を指示しろとで、行動したら間違いだってことが誰の目にも分かりリーダーの目にも分かるからだから次の一手が打てるって言うんですよ だから指示した者がいて、どうもそれは理にかなってないですよ。っていう風に反抗するのももちろん悪くはないんですけども、その口論してる間は何も物事が進まないってことはなんですね。だから違うだろうなと思ったら腹の中で違うと思っていても、まず全力でやってみて。違うってことを結果によって証明するっていうのが、まあ早い道なのかなと思うんですよ。まあ、だからね。ネットビジネス塾なんか、なんとかヒルズ塾とか行って入って。 言われた通りに徹底的にやって儲からなかったら詐欺で訴えてやろうっていうまあ私の選択が <laughs> 正しかったんじゃないですかね。うん、でずっとやってその通りにやったらなんかうまくいったから文句のつきうがないというね、うん。でもやっぱりこう一部の人しか成功しないじゃないですかっていう人いまだに出てくるんですけどもだって一部の人しかまともにやらないしまともに情報を受け取る頭がないですしね。うん、そこはすごく残念なところですよね。でまあ、よくこのま あのやり取りにも出てくるんですけども好きなことと向いてることって一致することほとんどないんですよねだいたい向いてないことにみんな一生懸命好きになっちゃうんですよ、うん、でもお金稼ぎってあのみんな好きなはずなんですよねあの結果としてお金が増えることってみんな好きなんですよでもお金を増やすべき行動ね結果に行き着くまでの面倒くささを人は嫌がって結局お金が手に入らないからもっと面倒くさいことになるんですよね つまり目先のめんどくさいことを避けて後々来るもっと厄介なことを受け入れてしまってるというねこれがだから最悪の選択ってことなんでしょうねきっと目先のちょっとした変化とかねそれを受け入れて目先のちょっとめんどくさいことを受け入れれば後々まっ平らな道がもう広大に広がっているというところにまあ思考が行き渡らないのかなと思っちゃいますよねそう考えたらね学歴社会でまず東大卒これはいいですよね 18歳で人生勝ち組が確定するのが東大入学ですよ。多分卒業しなくてもいいんじゃないかなと思いますよね。入った時点で勝負あったなんで。あとはその東大のチケットをどう使うかっていうことだと思うんですよ。私だったらまあ官僚になってね、一生民を苦しめて搾取する。まあ、そんなね、原案書きますね。世界一のキャッチコピーね。そのことについては私からお答えする立場にございません。で <laughs>、どんなこと聞かれてもそれでいくとかね。 あとは一般論ととししてて申し上げまますすっていうやつがありますよね一般論でそんなこと考えてねえよって一般人はそんなこと考えてねえよみたいなね一般論の方がどっちかっつったら専門的になってるんでねこのまあ自己矛盾っていうのがなかなか国会答弁聞いてても面白いなとこいつらやり取り下手やなと思うところですけどもねやっぱり言葉によって金を稼ぐ人と報酬が確定してて後付けで言葉を出す人と大きな違いがあるかなというとこですねいってらっしゃい。